タモリと鶴瓶は NHK 総合テレビで2015年5月9日から2016年1月2日まで不定期で全11回放送された日本のミニドラマ番組タモリと小福亭鶴瓶の冠番組ステレオ放送文字多重放送を実施 NHK でレギュラーの冠番組を持つタモリと小福亭鶴瓶の共演による番組 番組と番組の合間に挟み込まれるミニ番組の一つとして制作され、放送開始は NHK のツイッターアカウントによる放送前日の予告でのみ告知された。番組の性格上、初回放送や再放送の放送時間は一定ではなく、放送時間は放送回によって5分間もしくは4分間になる場合もある。毎回ゲストを迎えて、タモリと鶴瓶が NHK 放送センター内で繰り広げる、すれ違いミニドラマと銘打たれており、ブラタモリの打ち合わせのために、NHK 放送センターを訪れたタモリに、ゲストが挨拶に行くとタモリが鶴瓶への謎の伝言をゲストに託して立ち去り、鶴瓶の家族に乾杯のスタジオ収録を終えた、鶴瓶の元をゲストが訪れて、タモリの伝言を伝えると、今度は鶴瓶がタモリへの謎の伝言をゲストに託す。 というプロットで描かれる。5分間の放送時間にタモリと鶴瓶が同時に出演することはない。完全版とその銃でタモリと鶴瓶は同時を果たし、謎の伝言の数々はタモリと鶴瓶によって解き明かされた。ありがとうございます。